ももクロ、桃田かな子、私はどっちもやってます。豆まきと恵方巻きは家族の恒例行事。2月4日日曜日に放送されたラジオ番組、桃色クローバー Z 桃黒クラブキス&ハグ、日本放送、毎週日曜22時から22時30分に、桃色クローバー Z の桃田かな子、高木れにが出演。桃田が節分の思い出を語った。高木、もう終わってしまいましたが、2月3日は節分でしたね。桃田、節分といえば、豆まきとか、恵方巻きとか。私はどっちも、毎年やってます。高木、王。桃田、小さい時から家族で、じゃんけんして、その年の鬼を決めて、鬼はお面をつけて、鬼は、外、って言ってやるんです。高木、いいね。桃田、だいたい、弟が負けてます。なんか、あるんでしょうね。高木、毎年、弟さんが、鬼の役なんだかっこ笑い。桃田、そう。それか、お父さん。ちゃんと、じゃんけんで決めているのに、二人ともしっかりと負けて、また、とか言いながら、そんな思い出がありますね。高木、やっぱ、そういう行事は楽しいよね。桃田、楽しい。高木、節分の豆は、ちゃんと年の数を食べましたか？桃田、うん、年の数。でも当たり前ですけど、毎年一粒ずつ増えるじゃないですか。高木、うん。桃田、豆が多くて、そろそろ口がパサパサしてくるな、みたいな感じになりません？高木、そうね、かっこ笑い。あと、豆を数えるのも、大変になってくるよね。桃田、そう。あれ？何粒食べたっけ？みたいな。高木、わかんなくなっちゃうよね。で、これからどんどん、豆の数が増えていくんですよね。これから、急ピッチで。桃田、嬉しいですけどね。ただ、今までは、豆だけを食べていたけど、一緒にお茶を用意するようになった。食べる数が増えてきたから。節分には、鬼は外、福は内と豆をまいて、邪気を払った後、年齢の数だけ豆を食べて、一年間の幸せを祈ると言われている。桃田は最後に、改めて、今年もいい年にしていきましょうとメッセージを伝えた。